真空放送機の購入を検討されている皆さん、機械の価格だけで購入を決めようとしていませんか真空放送機には脱機方式によって、主にノズル式とチャンバー式の2種類があります。ノズル式は比較的手頃な価格で手に入れることができますが、それほど高い真空度ではありません。一方、 トスパックなどのチャンバー式は、チャンバーと言われるボックス内に収まるものを真空にします。ノズル式に比べ、チャンバー内全体を脱気するので、高い真空効果があり、液体でも吸い出されることもありません。ノズル式とトスパックとの真空度の違いです。トスパックは中まで浸透していますが、ノズル式は構造上、 中まで浸透させることができません。食材の中の空気を抜くことができるので、日持ちにもつながります。次に、真空袋のコストを見てみましょう。ノズル式は専用袋が必要で、1枚あたり80円かかるのに対し、トスパックは専用の袋を必要としないため、100円ショップなどで販売しているポリ袋でも使用可能です。 一枚あたり一円程度になります。よくポリ袋の耐久性を心配される方がいますが、飲食店など短期間で保存される場合にはポリ袋で十分です。加熱をする場合や冷凍保存する場合は真空袋を使用します。食品や保存方法によって真空袋を選ぶことができます。その他、 見やすい液晶カラータッチパネルで操作性、性能もアップしています。吹きこぼれ防止機能や完結真空、マリネモードなど充実した機能があります。これにより、これまでできなかったものでも真空パックできるようになりました。スープや煮物などの温かい食材でも真空パックできるホットパックタイプや SD カードで パックデータを残せる真空放送機もあり、充実のラインナップです。真空放送機トスパックは、多種多様なニーズに応えるラインナップで、食品業界をサポートしていきます。